ついにですね、ちょっと本当に久々なんですけど、まあ、千葉県から脱出して久々の久々にもう荷物ね、もう見てください、これ詰め込んで、まあ、サーフボードをね、ドライバー 2.0 サブドライバードライバー 2.0 3本持って、まあ、荷物もねしっかり持って、あの準備満タンでちょっとねあるとこに行きたいなと思います。どんぐらいかかります？車で5時間かからんといいなと思うけど、約5時間ですね、約片道約5時間のサーフトリップ、ですね、今から向かう先はちょっとね着いてからのお楽しみということで、今回ね3本ぐらいに分けてやっていくんですけど、今回ガチやばいよ、ね、だから本当やばいって、そう言えんぐらい、そう言えないんですけど、まあ、本日のねトリップ編はまあ、ちょっとねサーフトリップということでね、楽しみにということで久々のサーフトリップに行きたいなと思います。最近ね千葉で、ばっかやってたんで、まあ、抜け出してやばいとこに行って練習していきたいなと思いますんで、ちょっとねお楽しみということで、サーフボードしっかり3本積んでやってきたので、ぜひね今から向かっていきたいなと思います。ちょっとそのバケツどかしてよ。どのぐらい、すごいよなこれ、1週間ぐらい旅できるな荷物は。めちゃくちゃ積んであるんですけど、まあ、しっかりとね積んで向かっていきたいなと思います。はい、今回もあの使用する車はこちらのディフェンダーで、あの行くんですけど、ちょっと今初のガソリン入れてますけど、空っぽじゃないんだけど、はい、廃屋だからちょっと怖いね。そうですね、あの初めて入れるからちょっと空っぽではないんやけど、まあ、いくらになるのかっていうのも見ていきたいなと思います。何リッターぐらい入るんだろう。いや、ま、空っぽだったらどうだろう、90リッターとか入るのかな、ね、入りそうじゃない。はい、ちょっといくらになるのかっていうのを見ていきたいと思います。1万円超えた。うわ、余裕だろう。60リッターで1万円。これどんぐらい走ったっけ最初から。1週間ぐらい。1週間あれ止まった。1万880…あ、違う、まだ約1万1000円ですね、67リッターで。いや、まだあるから多分80リッターだな。だからどう、まあ90ぐらいいくのかな。80入ったとしたら本当にいくらやろ。1万5000ぐらい。そう、1万3000ぐらい、5000ぐらいいくか。というわけで67リッターで1万941円でしたね。はい、というわけでですね、12時半ぐらいに、まあ、出て今はですね3時なんですけど、あと1時間45分かかるということでね、もう早く行かな海に入れやんないけど、だけどね今向かっている場所は、まあ、波があるみたいなんで、千葉北よりあるみたいですよね。いや、あるみたいですよ。そう、波に期待して今走らせておるんですけど、マジでそんなことよりね、あの走り心地鬼ですねこれ。どう、ちょっと高速で、まあロングトリップまではいかんけど、高速走った感想は、感想はリアルに過去一の走りやと思う。すごいこれ、これ楽だよな。俺2時間正直乗ったじゃん、うん、で自動運転で乗ったの、うん、で止まっても勝手に自動で行くんだよ。そうだ、あのジープって1回止まったらまたスイッチ押さなあかんじゃん、うん、これは止まって前が動いたらまた追跡してくる。そうだ、ちょっともう1ランク上の自動運転。はい、というようなわけでね、あと1時間43分残り129キロ片道、5時間ぐらいの、そう、トリップね、トリップ行ってるんですけど、もう久々に千葉から離れるからね、ちょっと楽しみなんで、ちょっと波に期待して向かっていきたいと思います。チャンネル登録よろしく。はい、到着しました。はい、準備です。さあ、今回ですね来た場所はこちらです。はい、ここはどこかと言いますと、静岡にある、豊浜ですね。豊浜に来ました。はい、久々ですね。ちょっとこれ見てよ、これ車高上げてさ、おもろいよね、こんな上がってんだよ。すごいぐらい車高上がってます。ちょっと楽しんでます。この車高を上げればどこでも行けるというね。はい、というわけでですね、ちょっと到着したんで、まあ、ちょっとね波の状況がですね、思ったよりサイズありまして、まあ、多分胸肩ぐらいあるかなと思いますね。千葉北で最近ずっと本当にここ1ヶ月もう本当に桃ぐらいしかなくて、ずっとね小波やったんですけど、こちらね、静岡にある豊浜海岸に、来ているんですけど、ちょっとね今日は、ここでサーフィンをさせていただこうかなと思います。いや、胸肩ぐらいあるし楽しみなんで、もう早速ね着替えてサーフィンしていきたいと思います。
こんにちは。こんにちは。波どうですか？波は軽いです。軽いの？え、何年生？中1になりました。え、もう中学？はい。え、ボーイズなの？じゃあ。はい。それは頑張んないと。どうですか今日の波のコンディションは？やりにくい。やりにくい。なんか落ちない。サイズはどう？胸ぐらいあります？あります。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ローカルサーファー、ローカルサーファーです。挨拶しんとやばいよ。そうです。名前は、僕は森博子。はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。豊浜来たらいつも出てくれるんですよね。はい。以前はリッパールでチームやったんですけどね、ちょっと今日お邪魔します。はい。チャンネル登録よろしく。緊急事態発生です。何かと言いますと、知ったんで、海入ってる最中に知ったんですけど、あっこのさ、ちょっと映して、あの堤防のとこ角だね、はい、あそこに何があるんやったっけ。サメの巣がある。サメの巣があるらしいです。巣があるってことは何？サメの家族がおるの？どういうことなんですか？どういうことなんですか？ガチ？嘘？ガチ。サメは見たことは？ない。ないけど？いる。なんで？なんでわかるんですか？でもサメがおったら人食われるかもしれない。うわ。あそこに流れあるから多分来ない。流れがあるから来ないんだよ。これ来にくい。来にくい。だから巣があるってことはサメの家族がおるんだよな。お父さんとお母さんと子供と。ほんとほんと。やば。大丈夫大丈夫。ちょっと今海入ってる最中に知ったんですけど、もうビビり散らかしましたね。やばいよ。もうそこの海入ったら 50m 先ぐらいにサメの巣があると言われたらちびりますよ。怖いぞ。怖い。秘密情報だね。これ来る時にな、新しく来る人サメの巣あって怖いのかもしれない。だけど大丈夫。食われた人おる？いない。多分いない。じゃあ大丈夫ですね。ちょっと本日はですね、練習してきてましたけど、今日どう？最近に比べて波の状況は。まあまあ。やばやばかった。
どうやばかったですか。楽しいであんまりいいライディングが。そうですね、なんかコーナーがかなり難しいんで自分は苦戦したんですけど、まあ、いい練習ができたかなと思います。今から写真撮るために攻めるらしいです、ここに。あーやばい、はまるすごいな、なんか車高上がって、いけるかでしょ。はまるおー危ねー、あれ落ちてったらマジでやばいけど、おー空が綺麗。はい、というわけでですね、ちょっと本日はこんな感じで終わっていきたいなと思います。今回はですね、静岡三高道があるんですけど、ちょっと今回は1段目ということで、ちょっと明日の、ね、動画マジでやばいですね。やばいね。そうだから明日の動画にね、また期待してほしいなと思います。本日はですね、こちら静岡にある、東洋浜海岸にお邪魔させていただいてサーフィンしました。はい、じゃあ久々にね、サイズある波で練習できてよかったなと思います。